はい、皆さんおはようございます。英検3級なのに英会話スクールを経営しておりますワーホリ社長の浜野正樹と申します。ワーホリとは海外で働けるビザのことで、私自身カナダで働いておりました。そして今回ですね、この英検3級なのに英語の本をですね、今回出版させていただきまして、永井秀孝さんからですね、先生もいただいてるんですけども、こちらのご案内、今回で最終回となります。これ毎回ですね、本の紹介してしまいますと、これ本買う必要なくなってしまいますので、今日これぐらいにしておきます。はい、おかげさまでですね、Amazon でですね、初登場第1位を獲得しました。見えますかね。ありがとうございます。はい、それでですね、今回なんですけども、この本で結局何が言いたかったかってことなんですが、英語のレッスンを100回受ければいいとか200回受ければいいっていうわけではないということなんですね。マインドが結構重要だということになります。もちろん効果がないわけじゃないですよ。効果ありますよ。というのはですね、私自身カナダに行った時にですね、だいたい留学すると最初は語学学校に行くっていうのが大半なわけですね。英語もできませんし、日本でいう日本語学校ですね、語学学校っていうのがあるわけですよ。ESL って英語では言うんですけども、それでですね、入って、中国人、コリアンであったり、ジャパニーズだったり、チャイニーズだったりと、いろんな国の人が集まって、英語の授業を受けるんですけども、大体クラスがですね、10人から15人。夏なんかですとね、夏休みがあるので、15人以上になったりすることはあるんですが、大体それぐらいの人数で、インストラクター、カナディアンの人を一緒に対して、教えるわけですよね。で、そうすると、当然講義形式になるわけですよね。こんな感じです。私がこう、インストラクターだとして、何人かいて、こう解説をして、こう指していくっていうことなんですね。で、これはもうしょうがないことなんですけども、これを受けててですね、ちょっと話せるようになるかなって、どうだろうと思ったんですね。効果的でないなと思ったんです。なぜかというと、話す機会がないわけですよ。こう、ね、だ10人か15人かいるわけですから、じゃあその語学学校を行った時に、じゃあどういったことが一番効果的だったかっていうふうに考えた時に、休み時間にクラスメートと英語で話すってことだったんですね。で、例えば中国人であったり、コリアン、チャイニーズ、ごめんなさいね、韓国人であったりって、そういう形と話すわけですよね。だって日本語で話しても通じませんから。で、そうした時にこれが結構勉強になるわけです。ところが相手っていうのは、韓国人とか中国人とかもそうなんですが、第一言語ではないわけですね、英語が。すると、お互い第一言語じゃない同士がこう話してて、たまに英語を間違ったりすることがあるんですけども、初級なので、それが間違ってるかどうかが分かんなかったりするわけです。となると、その間違いを指摘してくれる人、この前でさ、カナディアンですね。それが最適なわけですよ。なので、それを元にしたのが、E-Mix になるわけですね。グループレッスンですも最大で4人までになります。で、じゃあマインドって何でかというと、こう話し合ったり、こう自分から行かなきゃダメだと思うんですよ。絶対受け身では絶対ダメなんですね。だから自分は英語は話せませんね、カナダの場合ですよ。例えば英語環境はあります。でも私は自分が英語を話せません。そこどうしますかね、これね。これはですね、自分から不完全な状態で入るしかないってことなんですね。で、私ですね、2003年から4年の間にカナダに行ったんですけども、この英語ができる過程というのと、このね、これ後ろにも書いてますけどね、こう自己啓発的なものって結構すごく似てるってことで気がついたんですね。この過程を通じて自分の目的達成する過程がすごく似てるんですよ。会社をやるときもそうなんですけども。ですので、今ですね、もう2020年になってですね、いろいろですね、スクールもありますし、いっぱいありますよね、いろんな種類が、AI もありますが、翻訳機もあったりもするわけですよね。したらですね、次の段階として、英語を通じて自信を形成していくっていうですね、こういったプランに切り替えていかなきゃいけないなってことにちょっと気がついたわけですね。もちろんスタンダードとして英語を触れる今までのレッスンもやるんですけれども、それだけではちょっと不十分、もっともっと改善するところがあるんじゃないかなと思いまして、今 Winning English with Confidence って言ってですね、パワーコンサルコースっていうのをやっているんですけども、こういう流れになります。はい、でですね、今回ですね、こちらのビデオはこれで終了になるんですが、来月ですね、4月の2日朝6時からになるんですけれども、お隣の市川グランドホテルでですね、講演を私行います。
参加者ですね、誰でも OK、 会費無料でこれ参加行ってきますのでね、倫理法人会というところが主催しているんですけども、市川市倫理法人会で来週の4月の2日木曜日、これで朝6時になりますんでね、夜じゃないですかね、朝の6時なんですけどもやります。で、講師が私になりますので、まあ、こういったことも含めてですね、お話しさせていただければと思いますので、浜野さんに会いたいとかですね、話を聞いてみたいっていう方ですね、いらっしゃいましたらぜひお越しください。概要欄からでもですね、お問い合わせできますし、予約したいで直前まで分かんないなって場合でしたら、そのまま来ていただいて結構ですので、はい、皆さんとですねお会いできるのを楽しみにしております。はい、本日はありがとうございました。